こんにちは、シュアーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は背取りで融資を受けられる、創業融資を使って審査を通すコツ第2章をお話ししたいと思います。背取りで特殊な融資を受ける裏技を公開。あまり知られていない裏技とは、日本政策金融公庫以外からも融資を受けることができます。あまり知名度はありませんが、有力な融資方法を2つあなたにお伝えします。政策金融公庫からの融資がダメでも、この2つから融資を獲得できるかもしれませんよ。1. マルケイ小規模事業者経営改善資金融資制度。上記の新創業融資制度と同様に、商工会から申し込める融資に小規模事業者経営改善資金融資制度というものがあります。マルケイは小規模事業者の商工業者が経営改善に必要な資金を融資してもらうための制度で、無担保、保証人不要、融資限度額2000万円、返済期間7年、金利 1.1% から、自治体により差異あり、開業後1年以上経過の事業者、従業員20人以下の法人または個人事業主という内容の融資です。商工会では、各融資の相談や事業改善の相談などを中小企業診断士などの専門家から受けることができます。さらに、事業計画書の書き方などは、はじめ、すべて無料で相談できます。小規模事業者経営改善資金融資制度は、申請無料でできますので、新創業融資制度と同様に、融資を受ける際の選択として考えたい融資先の一つといえます。どちらも商工会議所で相談できる融資ですので、新創業融資制度と合わせて相談してみましょう。2. 保険会社の契約者貸付制度。日本政策金融公庫以外でも、解約返礼金がある積立型の保険に加入されている方の場合は、契約者貸付制度が利用できます。積立型の保険とは、終身保険、養老保険、個人年金保険、学資保険などがあり、上記の保険に加入されている方は一行の価値がある制度です。金利は 1.5% から 6% までで、適用金利は保険会社、申請者の条件により変化しています。申請から融資実行までが1週間程度で、仕入れを逃したくない方におすすめの融資方法です。借りられる金額は積立型保険の解約返礼金の額と比例します。もしも契約したての方の場合は、借りられる金額が少なくなりますが、すぐに借りられてクレジットカードのリボ払いなどとは比較できないほどの安い金利で借りられます。契約している保険会社によっては、契約者貸付制度が利用できない会社もありますので、電話などで確認してみましょう。電話した際にそのまま申し込めば必要書類が届きますので、記載して返送すればすぐに融資金額が振り込まれます。審査などがなく、簡単に低金利で融資が受けられる方法ですので、積立型保険に加入されている方は融資を受けられるかどうか確認してみましょう。融資を受けた後の注意点、気をつけるべきこと、やってはいけないことは、日本政策金融公庫に融資を申し込む場合は、相手は国の機関ですので、嘘の実績や申請は国に対して自分の信用を失うことになります。場合によっては融資そのものを受けられなくなったり、再度融資を利用して大きな仕入れができなくなります。国に対して信用を失う危険性は
わざわざ言うまでもないことですので、申請する際には正直に実態を報告するようにしましょう。さらに、申請を行う際には、日本政策金融公庫の関係者や商工会のアドバイザーと直接関わるようにしてください。融資申請を通すための業者や税理士さん一部は、融資を受けることで利益を得ていますので、国の政策などが変わったときに、最後まで真摯に対応してもらえない可能性があります。自分一人で融資申請を通すのも同様にあまりお勧めできません。事業を続ける限り、融資を受ける機会は一度とは限りませんので、融資を受ける機会には直接融資をしてくれる機関とのつながりを作ることをお勧めいたします。もちろん、借りたお金は期限までに返すことは当然です。事業に融資を受けることは一度ではないことをしっかりと意識して融資に臨むようにしてください。まとめ。融資を受けるのはそんなに難しくない。背取りで融資を受ける方法を創業融資やその他の裏技も含めてご紹介しました。背取りは劣気とした商売でインターネット上の小売業者です。小規模な個人事業主でもしっかり融資を受けられます。申請をするまでは大変そうと思いますが、実際にやってみれば難しいことはありません。背取り事業主にとって、潤沢な資金はそのまま利益につながるケースが多いです。明確な計画で、高確率で利益が見込めると判断された場合は、積極的に融資を受けることを佐野はお勧めいたします。詳しいやり方はこの記事に書いてありますので、億劫がらずに売上を上げて稼ぎまくりたい方は融資を実行してみてください。融資を受けたら電脳セドリを本格的にやっていきましょう。やり方は、究極の電脳セドリとは？電脳セドリだけで会社員だった私が月商1184万円稼げた秘密を参考にしてくださいね。今日は以上です。また、さらに詳しい情報を、シュアーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には、今だけ、期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。本日はご視聴していただきありがとうございました。